を優しく頬をめくって、下道で福岡に遊びに行く。さあ、まだラーメン食えるかな。関門トンネルでございます。いやー、いい景色です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、ラファエルのシビックです。とても治安が悪いでございます。かなりディープです。レトロじゃないですか。浜田のディープスポットに向かいます。左、うわ、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新しい年の始まりということで区切りがいいんで、チャンネルの仕様も変えました。チャンネル名もね、変えましたね。まあ今までね、まあ、植物とかやってきたんですけど、2023年はですね、やりたいことをどんどんやっていこうっていうチャンネルにしたいと思います。まあ、あとですね、ずっとチベットスナギツネを使ってたんですけど、インスタのアカウントの方もですね、もうガラッと切り替えましてですね、モンキータカの方のアカウントをこれから活かしていきたいと思います。そのアカウントの方がですね、まあ今までそのストリートカルチャーだとか、USDM、JDM、まあ車ネタとか触れてきてたんですけど、まああとイラストも描いたりとかね、ディープスポットを回って写真を撮ったりとか、そういう活動をね、していました。今年はそういうのをどんどんやっていきたいと思ってるんですけども、まず、1月にやりたいことがちょっと3つありまして、3つ。1つ目がオール下道で福岡に遊びに行く。2つ目が雪中飯。3つ目が山奥の人を探し。今回はですね、その1つ目の、オール下道で福岡に行く。福岡に何しに行くかっていうとですね、 USDM とか、まあ、車のミーティングで、知り合った何歳も年上の方がおられるんですけども、その方にね、今までねすごくよくしてもらったりだとか、まあ、USDM のことを教えてもらったりだとか、まあ、ミーティングするのに人を呼んでもらったりだとか、まあ、いろいろお世話になったんで、ちょっとその人に久々に会いに行きたいなと思いまして、昔ね、シビックパーキングオンリーっていうミーティングを主催してたんですけども、まあ、そのミーティングで知り合ったんですよね。でわざわざね福岡から来てもらったんですよね。ものすごい台数シビックが集まってですね、 US カスタムされたシビックばかり。まあ当時ね、その方はねシビックシャトルに乗っ取られました。これがねまた激渋でね、雷エアロを巻いて、ちょっとオールドスクールなノリですよね。どうやらね今もねシビック乗ってるらしいんですよね。ちょっとねそのシビックを直接見に行きたいなとも思って、もうね俺はシビック降りちゃったんですけどね、2023年、今年はですね復活したいと思っておりますので、今日はですね大晦日です。2022年の12月31日正午出発の予定だったんですけど、もう1時になっちゃいました。だいたい下道で行くと10時間ぐらいはかかると思うんで、今から出発する11時ですね。あっちに着くのが、前の仕事でね、まあ、運送業やってたって話は前もしたと思うんですけど、福岡しょっちゅう行ってたんですよね、オール下道で。はい、でトラックでね、よくね豪津の道の駅で道の駅って言いかけましたけど、よく飯食ってたんですよ。ラーメン食ってたな。そこのラーメンがね久々に食べたいなと思いまして、大津の道の駅にねちょっと寄って、どっか温泉がやってればいいんですけどね、風呂に入って、それからまた福岡の方に向かって、
2日目明日はですね、その先輩がですね夕方までちょっと仕事みたいなんで、それまでディープスポットとか好きな方なら多分ご存知かと思いますが、締め炭鉱櫓産業遺産ですね。ちょっとねこれをね見に行こうと思います。とりあえずね、もう出発が1時間も過ぎちゃったんで、急いで安全運転で向かいたいと思います。じゃあ出発します。オール下道で福岡の旅、レッツゴー。県境1つ目、鳥取県から島根県に入りました。時刻は1時16分。前の会社でよく福岡は行ってたんですけど、オール下道でなので、道は分かるんですよね。ナビなしで、福岡市内までその時の記憶がまだあるかどうか、ナビなしで福岡市内まで行ってみたいと思います。あとね、前の奥さんと付き合ってる時にですね、無性に屋台のラーメンが食べてみたくて、急な思いつきでね、オールした道でね福岡まで行った記憶があります。その時はね、確か米子を出発したのが昼の3時とかだった気がしますね。本当夜中に着いて、で屋台のラーメン食べて、で腹壊しましたね。その時は腹壊してドンキに行ったんですよ。ドンキのトイレ借りようと思って、そしたらまあさすが修羅の国ですよ。ヤンキーがめっちゃ溜まってましてね、なかなか入りづらかったですよ。まあね、そういう思い出があります。ということで、のんびりとオール下道、まず9号線ですね。9号線でまあどっちルートで行こうか今迷ってるんですけどね、諏訪野を回っていくのか萩を回っていくのか。仕事で通ってた時は諏訪野から行ってました。ただ萩から行った方が海が綺麗で景色がいいんですよね。なのでちょっとギリギリまで悩みたいと思います。じゃあのんびりと旅していきます。はい、ただいまの時刻、13時43分です。国道9号バイパス、山陰道、東出雲ですね、松江市に入りました。高速道路じゃないですよ、バイパスですよ、下道です。ちなみに、米子からの距離が、今 29.2 キロ。ここまでまだ30キロですね。まだまだですね。まあ名前をモンキータカにしてるんですけど、そのモンキータカの由来っていうか意味っていうかちょっとね説明しておきたいなと。時はね、SNS が、ミクシーが盛んだった頃に登ります。その頃ですね、まあ俺のそのミクシーネームっていうかが、ホンダ、ホンダのホンダですね。で猿人って書いてエンジンだったんですよ。ホンダエンジンっていうミクシーネームでねやってたんですけどね。そこからモンキータカになりました。はい、ただいまの時刻、2時27分、14時27分ですね。国道9号線出雲バイパス、出雲市ですね入りました。見えますか、出雲ドームが
ますかね。見えないかな。ドームが見えますね。米子から出発して、距離が今、65キロ走りました。もうだいぶ前からね、福岡に行きたいな、正月休み福岡に行きたいなっていうのを思ってたんで、正月休み入る前にですね、ちょっと車の点検をしました。で、ちょっと音楽を切って走ってたらちょっと異音がしたんで、そこはね、友達がホンダのディーラーに勤めてるんで、見てもらって点検をしました、整備をしました。と、あとはオイル交換も済ませておきました。と、あと今日は出発前にですね、まあ、ガソリンを満タンにするついでに、タイヤの空気圧をチェックして、出発しました。長旅の前はね、ちゃんと車の点検をしておかないと、旅に出てから、何か起きたんじゃ遅いんで、しっかりね点検整備をしてから長旅をしましょう。まあ日頃からねちゃんとメンテナンスしていればなんてこともないんですけどね。はい、ただいまの時刻、3時13分、15時13分ですね、国道9号線大田市に入りました。大田市って言ったらね、以前動画で、BOT の竹中さんと、宝くじを買いに来たところなんですけども、今ちょうどそこの信号ですね、見えますかね、右側に、イオンが、見えないな、ちょうど隠れてるな、右側にねイオンがあるんですけどもね、そこにこの間、宝くじを買うためにわざわざ大田まで来ましたね。ちなみにですが、走行距離は今米子から、103キロ走りました。まあ萩ルートと津和野ルートどっちにしようか、考えてたんですけど、津和野ルートにしました。で、なぜ津和野ルートにしたかというとですね、福岡に入るのが、多分夜中になると思うんで、ちょっと先にお風呂に入っておきたいなということで、津和野の、朝霧の湯という、スパ、津和野のスパですね、これ温泉、そこに行って、お風呂に入ってから、お風呂に入ってから、福岡に向かいます。いい道がついてたんですけど、ちょっとうっかりしてそっちに入りそびれてですね、普通に9号線でバイパスが通ってるんですけどね、そっちをちょっと曲がりそびれて、俺がトラックの運転手してる時はその道がまだ開通してなくて、ついつい癖でね、普通の9号線の方で来ちゃいました。まあでもね、あの当時を、あの頃を思い出す旅なんでね、まあそれでいいのかなと思ったりもしますが、次は豪津、ですね。豪津に入ったらカメラ回すんですけど、そこでちょっと一回休憩します。で、今日ねまだ何も食べてないんで、まあ唯一口にしたのが、コーヒーと、レッドブルですね、しか飲んでないんで、道の駅、大津の道の駅に寄って、その運転手、トラックの運転手してた時によく食べてたラーメン、何だったかな、オロチラーメンみたいな感じの名前だった気がするんですけどね、それを食べて、休憩して、
また向かいたいと思います。ただいまの時刻、3時42分、15時42分ですね。米子からの距離が133キロ、国道9号線でございます。大津市です。あと1キロぐらいで、だそうです。500メートル先、道の駅なんで、三ピコ大津、あ、見えてきました、これです。ここに寄ってちょっと懐かしのラーメンを食べて休憩していきたいと思います。いやー、まだ食えるかな、あのラーメン。新しい建物が建ってますね。これがよく来とった時はまだなかったな。よいしょ。さあ、まだラーメン食えるかな。ここでオロチラーメン食べたんですけど、いや、ほんと懐かしい味でした。トラック運転手してた時によくここで休憩してたんで、まあ、その時思い出しながらね、週に2回福岡にオール下道で往復しておりましたんで、懐かしい味でしたね。ちょっとね、ピリ辛でね、結構濃ゆい味です。ちょっとね、食レポが下手くそなんでね、あんましいいコメントができないんですけどもね。もうね、レッドブルとコーヒーね、1本ずつ飲んじゃったんで、カフェイン中毒ですよ、冷蔵庫の中身、こんな感じです。よいしょ。長旅になるんで、何かあったらいけないんで、工具も持ってきました。なんか車がトラブル起きたりとかした時に、応急処置がこれでできるんで、ちなみに、俺はKTC を使っております。メイドインジャパンですね。次は、津和野ですね。朝霧の湯、なんか道の駅と一緒になってるみたいです。ちょっとここに行ってお風呂に入って、で、福岡に向かいます。まあ、今三ピコ豪津なんですけど、その先輩に会うんでお土産買っていきます。買ってきました。山陰の味大風呂式、こちらをね、まあ、手ぶらで行くのもなんなんでね、ということでこれをお土産に持っていきます。さあ、今豪津なんですけど、この右側に見える、工場、サンパルですね。ね、ここの匂いがすると、ああ豪津だなっていう感じになるんですけど、そのトラック運転手してた時はこの匂いを嗅ぐとなんか憂鬱になってました。ああ、まだまだだなと、福岡までまだまだだなぁと、このね、工場の匂いが懐かしいですね。この匂いもまた。はい、ただいまの時刻、5時2分、17時2分ですね。米子からの走行距離が166キロとなっております。国道9号線、浜田市ですね。辺りはだいぶ暗くなってきました。出雲から西側は、基本ね、ちょっとまあ言っちゃ悪いんですけど、ちょっとね、田舎で景色が変わらなくて、まあ、ずっと海を眺めながらみたいな感じだったんですけど、まあちょっとね、浜田に入ると街っぽくなりましたね。街っぽくって言ってもまあ田舎なんですけど、本音すまれは長い、長手本肉食べたわ。は
い、ただいまの時刻、5時48分、17時48分ですね。米子からの距離が207キロ、200キロ超えましたね、ついに。で、辺りはもう完全に真っ暗になってしまいました。今、増田ですね、増田市に入りました。で、この次がつわのになるんですけど、そこで、一回風呂に入って、ちょっとリフレッシュ。もう疲れました、本当に。もう長い、とにかく島根が長い。まだありますからね、島根が。全然山口入れないっすわ、本当に。まあもうこれもね、前の仕事で経験済みなんで、分かっていることなんですが、やっぱり島根は長いっすね。この調子で行くと、津和野のその温泉に着くのが、6時半ぐらい、18時半ぐらいですね、に着予定です。あとちょっとですね、あとちょっとで風呂に入れます。ちょっとね、でもね、お風呂に入ると眠くなる気がするんですよね。いや、しかし道が狭いな。なごみの里、道の駅なごみの里。キューティクルなさらげなんで、結構あんまし問題ないですね。7時間、約7時間島根県にいました。いやー、いい景色ですね。もうね、この信号が複雑で。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ローストビーフもらいました。買ってきてもらいました。